セレスキーニツエチオピクスアフリカクロトキはペリカンモクトキ科に属するトキの一種コシグロトキとも呼ばれる3アッシュに分けられるサハラ砂漠以南から南端までのアフリカ大陸マダガスカル島イラク南西部に分布かつてはエジプトにも分布していたクウェートと北イエメンで名称として報告されている体長65から89センチメートル 翼会長112から124センチメートル。体重約1500グラム。翼の初列風切り派先端と、自列風切り派の先端、並びに三列風切り派が変形した、腰背部の飾り輪が黒い以外は、白い羽毛に包まれる。下に湾曲したくちばしと長い足は黒い。頭部は黒い皮膚が螺出しているが、繁殖期には螺出部が、頸部基部まで延長される。 若年個体は、翼の黒色部が多く、三列風切り葉は、飾り輪とならず、頭部、頸部ともに、白黒まだらの羽毛で覆われる。本種において普通に認められているのは、以下の三アッシュであるが、研究者によっては、TA アボディを TA バーネリーに含める場合がある。また、同族の黒トキとオーストラリア黒トキは時に、本種のアッシュとして扱われることがある。 生息場所は多岐にわたり、湿原、草原、小古、長官帯、当初から人工的な環境である農地、汚水処理場、都市外縁のゴミ捨て場にまで至る。時に水域を遠く離れて、火事の直後の場に現れることもある。餌は、基本的にバッタなどの昆虫類、甲殻類、魚類、両生類、爬虫類等の小動物をゆっくり歩きながらその長い、くちばしで拾い上げて食べるが、 人間の出したゴミ類も砂取る。食事の際には、集団で行うことが多く、2羽から20羽、最大で300羽ほどで一緒に採持する。繁殖は、雨季の最中、または、その直後に始まるが、氾濫源等では寒気に行われる。集団で演奏し、他の甲の鳥目鳥類と共同で、最大2000つがいにもなる、根群を形成することもある。小枝や草などで作られた巣は、 通常樹木の上に置かれるが、岩ばかりの当初では地上に置かれることもある。産卵数は2から3個で、化には28から29日かかる。ヒナは、頭部と頸部が黒の綿た体の他の部分は白の綿たで覆われる。ヒナの綿たが勘をするには35から40日かかる。繁殖性効率はあまり高くなく、勘まで生き残るヒナは巣当たり1羽以下である。 繁殖のために季節的な渡りを行う。雨季には赤道から離れて高緯度地方に移動し、寒気が始まると赤道に近い土地に戻ってくる。移動距離は数百キロメートルにもなる。リーストコンサーン、アフリカ黒時の頭部を持つ唐都神現在においてはエジプトでは絶滅してしまったが、古代エジプトではこの鳥は神聖な鳥として崇められていた。 初期と学芸の神等との化身とされていた時は本種であるとされている。非常に大切に扱われていたらしく、世界遺産にも登録されている作からでは、丁寧に埋葬された150万話ものアフリカ黒時が発見されている。古代イギリシャのヘロドトスの歴史には、エジプトではこの鳥を殺したものは死罪とされたとある。また、ダイプリニウスの博物誌の記述によると、 この鳥は、蛇の侵入を防ぐとして崇められ、薬病をもたらす害虫はこの鳥を作法にのっとって、神に捧げることにより立ちどころに死滅するとされた。その、エジプトの影響を受けた古代西洋でも、この鳥を神聖死したり、知識、神秘の象徴とすることがあり、俗名のセレスキーミツや、英名のセイクリットアイビスはこのことに由来する。また、トート神は、 キリシア神話のヘルメス人と同一視され、後世においてヘルメスの名が伝説的錬金術師、ヘルメストリスメギストスの名として受け継がれたことから、この鳥が錬金術の象徴として使われていたこともある。現在でもイギリス聴学会では本種をシンボルとしてロゴに使用しており、本種のロゴが表紙一面に大きく描かれている文学会収はまさに、その名もアイビスである。 サハラ砂漠以北のアフリカで唯一の生息地だったエジプトにおいて、本種は19世紀初期頃まではごく普通に見られた。当地での絶滅は1850年頃だと考えられている。ありがとうございます。